小説家を見つけたらは、2000年のアメリカ映画、ニューヨークの下町ブロンクス。文学の才能を持つ16歳の黒人少年、ジャマールは友人たちにそそのかされ、忍び込んだアパートの部屋にリュックを忘れてきてしまう。後日、戻ってきたリュックの中にあった創作ノートには赤字で、批評がされていた。部屋の持ち主の老人は、ホレスターという小説家だった。諸女小説で、 ピュリーツァー賞を受賞し、次回作を期待されながら、姿を消した謎の人物だ。ジャマールは彼に興味を持ち、作文を持ち込んで強引に添削を頼み込んだ。成績の良い,いジャマールは、有名私立高校へ、学費免除で転校したが、教師のクロフォードはジャマールを嫌い、急速に上達してゆく、文章力を疑っていた。学校の作文コンテスト用に、 フォレスターの部屋で書いた文章を提出するジャマール。だが、その文章は練習用で、タイトルと冒頭部分が、フォレスターの古いエッセイの写しだったのだ。それに気づいたクロフォードは盗作と決めつけ、ジャマールは退学の危機に追い込まれた。作文コンテストの当日、学校に現れるフォレスター。ジャマールを友と呼んでその危機を救ったフォレスターは、故郷のスコットランドに旅立つと宣言した。 やがて、ジャマールの卒業が近づいたある日、弁護士が、フォレスターの不法と遺品を持って現れた。フォレスターは新作の小説を書き残したのだった。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。